Shun と日本語 Podcast 4 初心者 Beginners Genki 1 Level Homesick どうも、こんにちは。日本語教師の Shun です。今日はどうでしたか？何をしましたか？私は今日一日仕事をして、勉強をして、運動をして、楽しい一日でした。今はニュージーランドのオークランドに住んでいます。ニュージーランドに1年ぐらいいます。今もたまに日本が恋しくなりますね。今日のポッドキャストでは、ホームシックについて話します。皆さんは外国に行ったとき、ホームシックになったことがありますか？皆さん、一回はホームシックになったことがあると思います。どうですか？私は13歳の時、初めて家族と海外旅行に行きました。カナダに行きました。本当に楽しかったです。カナダでは日本語を話せませんでしたから楽しかったです。でもすぐに日本語を話せないことがストレスになりました。英語を話すのは楽しかったけど、多分小さいストレスがたくさんあったと思います。そして、カナダの食べ物と日本の食べ物はとても違います。毎朝パンとシリアルを食べていましたが、日本の朝ごはん、例えば納豆やご飯や味噌汁が恋しくなりました。私は家族といたので、あまりホームシックになりませんでしたが、日本に帰った時はとても嬉しかったです。日本が好きだと思いました。私は18歳の時、初めて一人でタイとカンボジアとラオスに旅行に行きました。お金があまりありませんでしたから、安いホテルに泊まっていました。この時は実は最初から日本に帰りたかったです。自分の快適なベッド、そしてきれいなトイレ、ゴミがない街が本当に恋しかったです。そして新しい町に着いたとき、いつも歩いて泊まるホテルを探さなければいけませんでした。とてもアドベンチャーで楽しかったけど、日本の便利な生活が毎日恋しかったです。日本が恋しかったとき、日本の食べ物を食べたり、よく家族や友達に電話をしたりしました。このときはスマートフォンやパソコンがなかったので、いつもインターネットカフェに行って電話をしていました。
この時は YouTube や Instagram や Netflix がなかったので、暇な時に本当にすることがありませんでした。あと、この旅行はたくさんトラブルがあったので、とてもホームシックになりましたね。この時のトラブルについて、また他のポッドキャストで詳しく話しますね。さあ、今はどうでしょう？実は最近あまりホームシックになりません。たくさん理由があると思います。私は今までたくさん旅行をしていたので、この生活に慣れました。また、今は彼女と旅行していますから、本当に暇になる時はあまりありません。暇な時も、今はテクノロジーがすごいですから、ネットフリックスで映画を見たり、YouTube で動画を見たり、Spotify で音楽を聴いたりすることができます。寂しい時や家族が恋しい時は、どこからでも電話をかけることができます。でも、一番恋しいのは、日本の食べ物、日本食です。ニュージーランドにも日本食がありますが、あまり美味しくないですね。日本に帰った時、食べたい食べ物リストがたくさんあります。唐揚げ、ラーメン、寿司、そば、天ぷら、親子丼、おにぎり、はい。たくさんあります。はい、お腹が空きましたね。私はそろそろ昼ご飯を食べに行きます。Words and phrases used in this episode. 恋しい To miss something or someone. 私は家族が恋しいです。I miss my family.海外旅行 overseas travel 違う to be different 例えば for example 快適 comfortable ゴミ trash 着く to arrive 私は東京に着きました I arrived in Tokyo泊まる to stay overnight 詳しく in detail 理由 reason おなかがすく to be hungry そろそろ it's about time to そろそろ昼ご飯を食べます it's about time to have lunch はい今日のポッドキャストはどうでしたか？少し難しかったですかね。ホームシックについて話しました。ホームシックも人によって違いますね。皆さんはよくホームシックになりますか？ホームシックになった時は何をしますか？私は iTalki でもレッスンをしていますから、よかったら私のクラスで教えてください。わかるまでこのポッドキャストをたくさん聞きましょう。ではまた次のポッドキャストで会いましょう。バイバイ。